いです。今年に入り例年よりも暖かく過ごしやすい日が続くニューヨークですが、今月1日より日本にちなんだイベントジャパンウィークが開催されています。初日となった今月1日、ニューヨークの繁華街タイムズスクエアの大型スクリーンには満開の桜が映し出され、さらに道路には桜があしらわれたバスが走り、色鮮やかな着物を着た女性の手には桜が。桜の咲く時期に日本に帰っていないので、実際に画面を通してですけど、桜を見たのは本当に6年ぶりということになりますね。これは日本の文化を紹介し観光を促進するとともに、日米友好の象徴である桜の寄贈から今年は100年に当たることを記念したもので、この他にも3月11日までニューヨークで日本にちなんだ様々なイベントが開催されています。マンハッタンの鉄道の玄関口グランドセントラル駅構内では、琴の演奏やお茶のデモンストレーションなど様々な文化イベントが行われ、訪れる人でにぎわいました。また明日7日からはニューヨークの日系レストランによる期間限定のレストランウィークが開催。参加しているレストランで食事をすると売り上げの一部が被災地復興のために寄付されます。この3月は日本で震災が起こりまして1周年にあたる月になります。これまでアメリカの方にいろいろな形でご支援いただいておりまして、それに対して私どもとしても感謝の気持ちをお伝えしたいということで、震災後1周年1年経った日本が元気であること、これを皆さんと一緒にアピールしたいなというふうに思っております。